それではプロレスリングバサラアイアンフィッシュタッグトーナメントにつきましての記者会見を行います。本日は大島とのアリーナからお集まりいただきまして誠にありがとうございます。先日9月8日に行いましたバサラ北沢大会におきまして、アイアンプリスト風磨選手より、タッグチームによる何か、を行いたいとの提唱があり、本人は当初リーグ戦を希望しておりましたが大会日程の都合で、トーナメントを行うこととなりました。タッグトーナメントの、開催日程並びに参加チーム組み合わせにつきまして決定いたしましたので発表させていただきます。まず、10月5日バサラ新木場大会におきまして、はい、1回戦全4試合をそして10月29日横浜ラジアントホール大会におきまして、準決勝並びに決勝戦を行います。それではこのまま、参加決定チームにつきましても発表させていただきます。まずは小高勇、塚本匠組、大谷慎二郎、ショーン・ギネス組、龍郷馬 X 組、木渡関根隆一、中津亮太組、アイアンプリースト風磨久保雄介組、木渡岩本浩二並びに、スポルティーバーエンターテイメント阿部文則組、そしてトランザム広志、佐賀戸組、風戸大地、川村智也組、以上全8チームにて優勝を争い、勝者にはアイアンフィストトロフィーが贈られる予定となっております。1回戦、組み合わせはご覧の通りです。1回戦組み合わせ第1試合、風戸大地、川村智也組対トランザム広志、佐賀戸組、第2試合1回戦第2試合、岩本浩二、阿部文則組対風磨、久保雄介組、1回戦第3試合、関根隆一、中津亮太組対龍郷馬 X 組、1回戦第4試合、大谷慎二郎、ショーン・ギネス組対小高勇、塚本匠組、10月5日新木場大会におきまして以上4試合を行い、風戸川村組対、広志佐賀組の勝者と、岩本阿部組対風磨久保組の勝者がそれぞれ準決勝、そして関根中津組と龍 X 組並びに大谷ギネス組対勇塚本組の勝者がそれぞれ同じく準決勝を行い、最終的に勝利した2チームで決勝を争います。それでは、まずはじめにトーナメント継承者であります風磨選手より、開催の件についてご説明いたします。お願いします。イエー、本日はプロレスリングバサラアイアンフィストロックフェスティバル、失礼、アイアンフィストタッグトーナメントの記者会見にお越しいただきありがとう。前回ね、9月8日北沢タウンホールでもね、マイクで言った通り、このプロレスリングバサラ所属選手がね少ないといえど、どうだ、さまざまなタッグチーム、さまざまなユニットがあり、それぞれねタッグ戦線もやっぱり熱くなってきた、機は熟したと感じ、このタッグ戦線をねナンバーワンで上り詰めていると感じている私が、まあこのアイアンフィストタッグトーナメントね、タッグトーナメントの開催を提唱させていただきたい。まあどうだこの顔ぶれ、私が昨日夜鍋してこのね組み合わせを考えた、どうだ、やっぱりねロックフェスティバルがしてるロックタッグトーナメントのねやっぱ参戦アーティスト、参戦アーティストじゃない、いや参戦タッグチームをねを考えるっていうのはやっぱり本当に大変なもんなんだよ。ラードパークだって見ただろう、ラードパーク今年のラードパークどうだ、ヘッドライナースコーピオンズ、ホワイトスネーク、当初はなんだ M がつくなんかビッグアーティストが来るとか言って惑おうっていう噂もあったけど、結局ホワイトスネークだったじゃねえかよ。これだってな、大人の事情がいろいろ絡んでるんだよ。いろんなビッグアーティストに断られてホワイトスネークになったんじゃないかっていう噂とかもあるしな。これ大人の事情で、大谷慎二のショーン・ギネス組っていうのがなんかね、会社の方から提示された。これどうしようと思ったよ。そこで塚本勇組、あ、よしこいつら潰し合ってもらって、このダブルヘッドライン10月
うん、まあ分かれてないけど、この A ブロック、B ブロックでしよう。A ブロック、A ブロックのヘッドライナー、アイアンプリースト、アイアンプリースト、フューマ、クオグミと、ね、この B ブロックの、どっちがヘッドライナーか分かんないけど、まあ、潰し合ってもらって、で、10月29日の優勝で、我々アイアンプリーストが真のヘッドライナーだということを証明してみせる。まあ私からはこんな感じですかね。ありがとうございます。風磨選手ありがとうございました。それでは、まず先に本日、会見を欠席させていただいております各選手よりコメントが届いておりますので、こちらで代読させていただきます。まず、第2クロス巡業中の小畑勇選手。1回戦の大谷戦が山場かもしれない。実際今回のトーナメントはどこまで楽しめるかではなく、塚本と優勝したい、結果が欲しい、そのためのパートナーが塚本拓実です。バサラのメンバーは感性で動くから、もう少しいろいろ考えた方がいいよ。感じることも大事だけど考えることもまた大事。 Don't feel シンクだ。同じく第2プロレス参戦中の塚本拓実選手。ありえない未来も起こらない奇跡もありふれた大人が決めたこと、錆びついてしまう前に色はつけるもの、まだまだ無色に近い自分、この大会でたくさんの色に揉まれ、たくさんの色をつけながら成長していきます。最後には優勝という色をつけ、国際色な自分となってバサラのタッグの頂点をいただきたいと思います。簡潔に言うならば、狙うは優勝です。必ず必ず。続きまして、ゲストとして参戦していただきます大谷慎二郎選手のコメントです。 10.5 バサラ新木場大会のタッグトーナメント1回戦にショーンと乗り込みたいと思います。今現在欠場中ではありますが、 10.5 には万全の体調に仕上げて新木場のリングに立ちたいと思います。今のショーンとならトーナメントを勝ち上がれる自信がある。勇み塚本組、全力で叩き潰したいと思います。続きまして、岩本浩二選手よりコメントが届いております。今回のタッグトーナメント、自分は騎馬隊の岩本浩二として出場しますが、パートナーは直属の後輩の阿部文則。阿部は唯一の直属の後輩であって一番可愛がっている後輩なので、こいつと一緒に結果を残したい。もちろん目指すは優勝、そして決勝で騎馬隊対決ができれば最高です。タッグトーナメントは騎馬隊が制する。騎馬隊。パートナーの阿部文則選手からもコメントが届いております。岩本さんとのタッグで参戦しさせていただけることになりました、スポルティーバの阿部です。岩本さんの足を引っ張らないようにがむしゃらに戦ってこのトーナメントで勝って優勝して目立っていろんな人に名前を覚えてもらおうと思います。以上、5選手よりのコメントでした。それでは、所属各選手によります、参加チームよりコメントをさせていただきます。ありがとうございます。ではチーム結成の経緯や優勝への意気込みなどお聞かせください。はい、片戸大地、川村智也、どういうタッグなんだ、なんでこのタッグなんだか、思っている人もいると思います。今回のタッグは僕の方から川村を口説いて、タッグ誘いました。なんで誘ったかっていうと、この間の、川村智也バサラ一発目勇さんとの試合を見て、川村のすごい熱い思いを感じました。そして川村が最後までもがいてもがいてもがいて何か自分自身を変えたいっていう、そういう思いがすごい伝わってきたんです。その思いが自分自身、何かを変えたいバサラでやってるその思いとリンクして重なるところをすごい感じました。それが川村を、タッグに誘った理由です。川村風戸大地急増タッグなんじゃないかと思うかもしれないですけど、ユニオンの時に何度と幾度となく、タッグを組んでますし、川村の DNA、レインボー一発目も、レインボー川村、笠戸大地組で、一緒にタッグを組んでますし、このタッグの僕らのコミュニケーション、全く不安は一切ありません。自分自身ですね、バサラに入って何か結果を残せたかっていうと、何も残してないと思います。周りにある高い壁、一つも壊せてないなと、すごいそれは思ってます。そこに川村っていう新しい風が吹き込むことによって、自分にとってそれがすごい刺激というか、それを自分が浮上のきっかけにしたい、川村が自分にとってのカンフルになればいいなっていう、それをすごい期待しています。笠戸と川村の、そうですね、化学反応、どういった反応が起きるのか、それをすごい楽しみにしています。川村が DNA でやってきたこと、
それと僕がバサラで頑張ってきたことが最大限に組み合わせられれば何も恐れるものはないなって思います。狙うは優勝のみです。僕らの、そうですね、爆発的な融合、爆発的なタッグチームにぜひご期待ください。おっす。カナトでしょ、何も。はい、この度カザト選手にお誘いいただきました。バサラに最近入団したての川村智也です。どうして誘われたかというと、後輩だからです。カザトさんの後輩だから。だから飯も何度もおごってもらってます。なんでかっていうと後輩だからです。試合終わってもちろん勝ってまたご飯ごちそうになりたいと思ってます。行こう、飯行こう。はい、よし、以上です。 OK、 飯行こう。よし、飯行こう。はい、優勝して美味しいもん行こう。はい、うん、焼肉食べたい。焼肉行こう。はい、それではトランカの広瀬高富にチーム結成の経緯でありますとか優勝への意気込みなどお聞かせください。どうですか。まずなんで自分が塚本さんとタッグを組んでトランカに出場したいかと言いますと、塚本さんは、ご覧の通りサミさんとタッグ組んで優勝を狙いたいと言っていました。つまりこの間の北澤だと自分は塚本さんと組むレベルじゃないということがだと多分塚本さんが思ったわけで、結局自分の力不足っていうのがあって、それでまあなんかこう結局いろいろわけあって、また福田さんとトランザムさんとまた組むことになって、でも今回のトーナメント、これもまたチャンスだと思って、このトーナメントで優勝して塚本さんと、ああ、やっぱ坂戸と組んでよかったなって思わせたいなと思います。以上です。坂戸はこう言っている。まあ私は本当にね、私の実力不足で、このような情けない、ことに、なってしまったんですけども、この一人ぼっちだった、何の身寄りもないね、寂しい私を拾ってくれた、広瀬さんには本当に心から感謝しておりますし、まあ粉骨最新全身全霊ですか、を込めてですね、私はもう、トランザム広瀬選手に尽くして、いきたいなと思っておりますな、サラト。私は思うんですけど、これはあの私 の, あの気持ちなんですけども、やっぱりね、私はあの、6月の頂リーグ戦で、優勝しまして、このプロレスリングバサラで最も強い外国人選手としてですが、今までバサラを牽引してきましたけども、今回このタッグトーナメント、まあもうサガトというですね、重荷を、はい、ハンデを背負って、でも私は圧倒的な実力差で優勝してあんま見んない優勝して、このバサラで引いては業界で、最高の、最も秀でた優れた、プロフェッショナルレスラーであるということを証明したいと思います。なあ、さあと頑張ろうな。いいこと言ったから俺な、帰ろう。ありがとうございました。チーム結成の経緯や休みなどお聞かせください。まあね、まあ、私からはまあさっきも言った通り、まあ、もちろんね、アイアンプリーストが優勝するためにまあ作ったトーナメントだ、まあ、私たちはもちろん優勝する以外考えていない。そしてこのアイアンフィストトーナメント、え、さっき言うの忘れたけど、このモーターヘッドアイアンフィストのジャケットに模したこのね、トロフィー受注して発注したから、これをね、取るためにも我々は必ず優勝するね、ごめんなさい。そうだね、これは夜鍋しない、夜鍋っていうか、もうこれさすがに作れないんで、作れないし、優勝ね、優勝した人がもらえるやつだから作る必要ないなと思って、もうもらったほうがいいなと。そういうこと、あ、やっぱ欲しいから、請求書は会社にね、もらったから、いいパトロンから
案の定ね、我々は何も聞かされてないまま北沢のリングでこのトーナメントのフェスの開催を宣言されたわけで、ただまあやるからには勝つと、楽器を持ってるメンバーが他にいないじゃないですか、フェスなのに。これはもう私たち筆頭じゃないですか、やっぱり自分たちで開催して自分たちで優勝する、勝てなかったらかっこ悪い、勝つしかないんですよ。その通りだ、優勝するぞ。イエーイ、どうした、どうした、ティ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 、はい、どうぞ。はい、それでは、チーム結成の経緯といいますか、この組み合わせになった経緯ですとか、優勝への意気込みなど、決めたい、いつもおちゃらけてますけど、自分は今回マジで、マジで取りに行くつもりなんで、メスミさん、今回は、そうですね、しっかりやって、ティティティってやってる場合じゃないんですよ。はい、全然でした。本当に勝ちに行って、はい、で、ここですよ、決勝で、まあ、違うブロックなんですけど、いまだに名古屋舞台に、名古屋支部がいるから、家元さん、阿部さんと決勝で戦って、自分らが優勝して、トロフィーを取るっていうのが、まあ、マジで狙いに行ってるんで、まあ、決勝ね、こっちのブロックの決勝が、この2人来て、うちらのね、決勝でね、騎馬隊決勝か、騎馬隊決勝、最高でも優勝、最低でも優勝してな、そうですね。でしょ、うん、ということでしょ、それをして、俺らは。ね、で、この何でしたっけ、握り拳、うん、だからこれ、これ詳しい、これ分かんないけど、これを来年からはこういうやつにする。あ、なるほどね、こういうやつにして、こういう小杉さんの顔のトロフィー、こういうトロフィーにして、来年はで、騎馬隊トーナメント、あー、いいじゃないですか、はいはい、っていうようにして、まあ今年ね、騎馬隊が全部このトーナメントを制してやろうかと、そうですね、それでは今回はまあ本気だな、ガチ本気やりましょう、じゃあやってやろう、まあ龍なんか関係ないから、龍の関係気になるところですけどね、 X は気になるけど大丈夫、龍バッテンだから大丈夫、まず締めますか、よっしゃ、いきます、いくぞ、せーの、キッボタイ、よっしゃ、反省会でお願いします。はい、まず龍、X 組ということで、皆様も当然 X 誰なのかというところに関心が集まっているところだと思うんですけれども、ここで、一通のメールが私のメールアドレスに届きましたので、そちらを先にご紹介させていただきます。読み上げます。龍剛馬先生、パートナー関係についての相談です。私には私のことを慕っていると言ってすり寄ってきて、パートナーとして一緒になった相手がいるのですが、最近になってそのパートナーが他の選手と一緒になっているということが発覚しました。裏切られたような気分で許せません。これは何かの違法行為なのではないでしょうか。裏切られた私は、私を裏切った小高勇に何か請求できないのでしょうか。正宗と書いてあります。ご覧ください、小高勇選手、非常に、正宗選手のことを慕っているというスタンスで今までタッグを組んできて、今回の大事なトーナメントにパートナーは塚本匠を選びました。これはですね、まあ、プロレス上の不貞行為、いわゆる不倫に該当する行為です。民法でいうと民法709条の不法行為に当たると、つまり損害賠償請求ができる、それから場合によっては差し止めができるというふうに考えております。このタッグトーナメントを通じて、私は勝った負けた優勝する、そういう話ではなくて、まずはプロレス不貞行為の差し止めと損害賠償請求を行いたいと、そのように考え、 X として正宗選手と、つまりここは龍正宗組の法廷闘争を行いたいというふうに考えております。以上です。交代で、質疑応答に移りたいと思います。ご質問等ある方、挙手にてお願いしてよろしいですか。はい、アイアンプリストに質問するんですけども、まどか選手をパートナーにしたり、まあ、まどか選手が騎馬隊みたいに別のチームで出るという案もあったと思うんですけど、なぜまどか選手が入ってないのかっていう、まあ、マドメタルね、マドメタル最近ちょっと、まあ、和を乱すというわけではないけど、まあ、我々が、試合中、あとマドメタルよりまだと、まあ、アートの場合とかだとマドメタル帰っちゃうんですよ、今度つかなくて、いや、これはやっぱり信頼を受けるプーメタルじゃないと、というわけでこの2人になりました。プーメタルはちょっとおこです。おこおこ、
そんなに。その他、ご質問ございますでしょうか。あのプロレース不貞行為が認められて差し止めになった場合は、はい、このトーナメントどうなっちゃうでしょうか。そうですね、すでにやった試合を、の結果をどうこうということになって将来に向かって効力が発生すると思いますので、小高、勇、塚本匠組に関しては出場停止と、いうふうになると思います。それを誰と争うの。法廷で小高勇と龍政宗組が争います。では双方とも1回戦を勝ち抜いて準決勝で争うという意気込みでよろしいでしょうか。そうですね、あの1回戦、勝ち抜いて2回戦で争えるならばリング上で争いますし、そうでなかったら別に関係ないんでプロレスじゃなくて法廷で争います。あの勝てる見込みというのはどれぐらいあるんですか。まあ裁判勝負事ですから、あの常に何か 100% 勝てるとか、あそういう話ではないと思います。ただ非常に、正宗選手の思いも強いと私は考えてますので、勝てる勝てないではなくて、まずはあの戦って、こちらの主張をしっかりと通していくということが大事なのかなと思っております。すみません、各チームになんですけど、今回、五体慎次郎選手を、参戦するということで、それについて、1回戦でやったり、勇さん塚本さんその場にいないので、印象というか、勝ち上がってきてほしいのか、どっちに勝ち上がってきてほしいのか、そういったことをちょっと聞きたい。なんかふわっとしてすみません。ではまずじゃあアイアンプリーストからどうですか。どちらが上がってきてもというか、結局優勝するためには絶対変えない、まあ、勝たなきゃいけないというところで、そこがまあゼロじゃないですか。そう考えると、どちらが当たっ、まあ、上がってきてもっていうのもあるし、ただ大谷さんというのは美味しいなと。大谷慎次郎という選手自体がまあ美味しいので、まあ、食ってかかれるなら行きたいなと思います。木渡の二人、はい、どう、まあ、あの大谷選手はもう誰もが知っているようなレスラーですけども、ショーン・ギネスってのは聞いたんですよね。ショーン・ギネス見たことないので、ここがちょっと未知数で、まあ、楽しみなところでもあるかな。もしここが勝ったら、ね、自分のが勝った時、準決勝に当たる。そうです、ショーン・ギネスちょっと気になる。ショーン・ギネスね、名前からしたらね、わかんないですよね。ギネスですか、お酒なんですか。なんでもないです。あ、え、だから大谷さんとは、ね、まあ、やったら、なんかいろんな人が大谷さんとやると何か変わるっていうのを聞いたことあるんで、結構自分らの世代の人らはみんな大谷さんと戦って何かプロレスの何かを得たっていうことをすごい聞いてるんで、自分はすごい戦いたいと思う。戦って何か得て、ね、決まったら当てるときになったらいいのかなっていうのはあるんで、大谷さんはもうバンバンどんどん来て戦いたいですね、やっぱね。そう、ショーン・ギネスも気になります。ショーン・ギネスもね、はい、お酒なんですかね。あ、そうです。あ、いいですね。あ、よろしくお願いします。トランゼム坂田君にお願いします。ちょっと恥ずかしい話なんですけど、まあ、高校の時スクニー神社大会、大谷選手が売店にいらっしゃった T シャツ買って、私プロレスラーになりたいんです。最後の一遍で、頑張ってください。それを着て柔道の練習してるんです。だから大谷選手は僕にとって、ね、青春なんですよ。ありがとうございます。風と川村にお願いします。お誰か来ようとやっつけますよ。そういうことだよ。ありがとうございます。では最後に、龍吾、はい、私、弁護士でしてプロレスについては門外漢ですので、あのコメントさせていただきます。これは万が一、大谷慎次郎、ショーン・ギネスが勝ち上がってきますと、龍馬様の組がプロレスで の争うという可能性はなくなって、法廷闘争のみという形になるんですが、そうですね、ショーン・ギネスという外国人、それから大谷慎次郎というプロレスラー、私、全然存じ上げませんが、何らかの違法行為をしている可能性はありますので、そこをついて、法廷闘争に持ち込みたいというふうに考えております。ありがとうございました。